I'm Miki and I'm German. I'm from Germany and I'm here in Tokyo for 2 weeks to travel and to visit my friends. So nice to meet you again. Nice to meet you again. I don't know, like, when was the last time we met for the last video? I think it was like 2017. 17. We are going to the sushi restaurant here. Yes. Alright, let's go. Okay.日本語喋れるんですか？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 日本語喋
ところで言えば、最後に行けるのは、うん、友達が、ずっと東京にいたんだっけ。最初に東京渡って、言うの大丈夫、場所が出てくるって言われて、すごいね、3倍ともすごいでしょ。どこが一番良かった？東京は、まあね、人多いし、エキサイティングし、宮城ですね。やっぱり友達じゃん。日本人とドイツ人の違い、一番違うと思った。面白い。すごいですね。そう。ドイツ人。あんまり優しくない。あれ確かに。日本人は優しい顔。すごいね。ドイツ人ちょっと怖い。怖い。顔なんだ。日本の方が最初ですね、お刺身、はい、ヒラメとこちらがスズキですね。でそういったのがヒラメの縁側です。ヒラメってわかる？そのワンダル、そのケース。なんかちょっとおかしいやな、おかしい、ギリギリ残るやつは、うん、優位の犠牲者の上に置いて立ち上がらんその焼きハマグリですね。ハマグリ入ってそのままでもいいし、そういったらすだちちょっと絞ってお召し上がりください。生涯の人今まではそれをどこ出身なんですか、うん、どこだと思いますか。ヨーロッパじゃないの。広い広い。全然くる。合ってます合ってます。フランス、ドイツ、うん、ダンケン、ダンケン。日本はどこ住んでたんですか。最初に病名が決まって診断ほど、その後で仙台が、その後で日本が決まった。どんどんいいとこ行ってドイツでも日本語勉強してるんですか。してないの。してなくてそんな上手なの。僕より上手な人。本当だ。お母さんと僕のお母さん。その日も来てます。初めて入ってきた瞬間、このピンクの感じがすごい素敵。日本国は、うん。ぜひまたお会いしたいから。また来ます。前回の動画のコメントも、一回で可愛い。一回で可愛い可愛い。取りがい。お醤油で。寿司苦手なもんとかないんですか。全部大丈夫。全部大丈夫。ドイツでもお寿司食べる。ドイツ麺すごい美味しくない。じゃあ日本で食べる。はい。わからんけど、なんか本当にね、ありがとうございます。食べながら育てたりね。シャモですね。ちょっとね、塩茹でしてるんで、そのままでもいいし、わさびちょっとつけていただいてお召し上がりください。日本に1年間いたじゃん。何が一番恋しかった？ドイツの。あ、ドイツの。ドイツ。ソーセージ。ソーセージ。でもソーセージもさ、いろんな種類あるじゃん。ホワイトソーセージもあるし。うん、バイスボスとか。あ、バイスボス。ああ、美味しそうだね。確かに俺もドイツに行ったことがあるんだけど、その時やっぱソーセージ美味しかった。ソーセージとビール。ビール好きは最高のタイプ。ソーセージは、ウィナー。ウィナーって日本人も言うよ。ソーセージとウィナー両方言う。でも違いがわからない。何が違う？ウィナーとソーセージ。
みんなは、多分スペシャル会員。スペシャル会員。わかんない。はい、すいません。変わってた。ストレインソーセージ。ソーセージ、なんか僕は、ね、アスパだけど日本人では一番人気高い。なんだっけ、すごいね、色が。そこで、ローグはチン。あ、すごい美味しそう。でも、まあまあ重い。これ好き、こういう。やっぱり、そんなに好きじゃない。ソーセージ食べたいわ。ソーセージとビール。うちに来て初めて。で本当に、なんか、都会の奇跡なご夫婦みたいな。もう引退して15年。あ、ホスティング。あ、連れてってあげる。あ、連れてってあげる。ありがとう。初ガツオ。初ガツオ。うん、私が駆けつけて。そう、2人だけで。お兄さん。それで、今の誰が。ちょっとニンニクっぽい感じがすると思うんですけど、ニンニクは入ってない、肉にも入ってなくて、ニンニクが玉ねぎと生姜とネギをねちょっとすりつぶしてあのペーストにして作ってる。名前ないとか。あのニンニクさんと同じような味になってる。ニンニク美味しいんだけど、お寿司屋さんで使ってしまうとずっとニンニクが残ってしまう。それで、ね、使えないんで。そうなんですか。YouTube 始めたんでしょ。リンク貼っとくから。サブスクライブ登録。登録。登録しますね。ミキも最近 YouTube 始めたから登録してね。あ、だからわかんないよ。見た目。いや、ぜ中華で行ったから。うん。柔らかい。そうなんですか。こんな柔らかいんだ。YouTube でどういう動画を撮ってきたの？今からメイクアップチュートリアルがあるよ。メイクアップ、うん、化粧なんだよ。楽しみに、うん、名前は固まれてた。あ、ソーミキ。あの初めて作った。めっちゃ、これ自分で作ったの、うん、すごいじゃん。お料理もいいよ、編集。違う。いや、マジでマジで。しかもこれ日本語のサブタイトルもある。うん、そうすごい。今のサブタイト欲しいから。あ、そうなんだ。アンキモですか。レバーですね。美味しい。本当良かった。夏のね、焼き物なんでちょっとね爽やかな感じで、もうちょっと冬場だと油がもっとねっとりする。タチウオ。もうそのまま中にね梅干しとちょっとシソ、大葉をちょっと入れてます。もうそのまま食べてください。すごいですね。ですね。キスの無事もそのまま食べて。握りのご飯のサイズは大丈夫？もうちょっと小さくとか今ぐらいとか。あ、大丈夫。大丈夫。途中からでも小さめとか遠慮なく言ってください。はい。本当にイサキ。イサキ。はい。ちょっと1週間寝かせました。ワンウィークスエイジング。小松、北山君じゃないんですけども、小松、はいはいはい、わかりました。ミッキーのふるさとはどこ？はい、ふるさと？どこの町の出身？いらっしゃいますよ。カソ？カソ、ミュンヘンの近く。ミュンヘンの近く？さあ、初めて聞いた。川3つあるよ。へぇ、いいね。あ、バイエルンね。そう、バイエルン一番いい、本当に一番いいよ。観光にもしバイエルンに行ったら、どこに行った方がいい？あ、お城いっぱいあるよ。あ、お城ね。そう、それは綺麗。ノイシュバンシュタインとか。すごいね、これ。うん。カッサも、今日行ったよ。川あるから。クルーズ？すごい綺麗だね。そう。なんで日本に来ようと思ったの、最初？最初にアニメを見て。アニメ、好きになったのね。そう。うん。何のアニメ？グラナド。グラナド。日本人？知らない。知らない。多分イングリッシュネームですね。グラナド。違う。嘘。カタカナだよ。マジか。グラナド。これを見て
日本のアニメが好きになって日本に行きたいなと思って。処理してるんですか？顔変わるのも白いし、あと、わらでエビスじゃなくて、それは日本人の動画を見て、うん、みんな優しいと思って日本に行ってきた。みんな優しかった。嬉しいね、そういう風に言われる。みんな大好きってな。オートロ？パティツ？なんかやっぱり追加ね。美味しいけど美味しい。なんかいっぱい大丈夫。あとねもうちょっと行くんだけど、ウニが2つ、シーアチ。追加します。うん、7時ぐらいに帰って、子供たち9時に帰ったから2時間。名前はウニ。ウニでしょ。ウニも嫌いじゃないの。食べたことないの。あ、そう。でも嫌いじゃない。食べたことない。リゾット。ちょっとね、これ針触ると動きますか。動くんですか。うん。やります。赤トンボね。赤トンボ。ね。中村のあの、え、あそこあたりの病院。嫌いじゃないね。嫌いじゃないかな。無理しないでね。はい、ありがとうございます。次にお土産、はい、ありがとう。ハリボー。ハリボー。どうしてって言ったら、チョクの方が好きだけど、若い人は誰かも全然。女子はちょっとがいっぱいですよ。ありがとう。食べてみるね。女子の人はこれ。よかった、2つ目のシリアチクに。そのまま召し上がる。赤ウニっていうのが2つの違うウニですね。シャコいいよ。はい、小さいね。シャコ。これ普通ですよね。いかに小さいかっていう。これだったら食べれるでしょ。うん、ラケ？美味しいです。可愛い写真。可愛いっすね。うん、1年間の時はめっちゃ太った。太った。日本で？すごく太ったよ。あ、そうなの？やばい。そう、最初にあのビデオ撮った時大丈夫だったけど、その後あのドイツ帰ってめっちゃダイエットしてた。今まで本当に。そうなんだ。そう、ま、ミキのママもびっくりした。そうそう、めっちゃびっくりした。ミキチョコ食べないでよって。週間で大丈夫。ちょっと怖い、ちょっと怖い。大丈夫。帰ったらサプライズ。また。ミッキー何が一番良かった？もうあれぐらいですかね。一番好きなやつ。結構酸っぱくなっちゃう。うんうんうん。全部。全部。ありがとう。また日本に来てね。はいはい。でもママに。